そう、倉庫ライブ回想録。このままだとライブがもう中止になってしまうかもといったような話です。どうも関西で喋り手などをしております。走行と言います。走行ライブ回想録27公演目はザハイローズ1998年11月14日。 立命館大学美和草津キャンパスです僕がですねザ・ブルーハーツを見た高校生以来まあ友達のライブなどを除いて再びライブというものの楽しさを教えてもらったのがハマるきっかけになったのがやはりヒロトとマーシーが。 ザ・ブルーハーツの後に組んだザ・ハイローズだったんですけどもまあその高校生の頃からは8年ぐらい結果ライブ見に行くことがなくまあコンサート出かけるようなね生活ではなかったんですね。まああ番極貧時時代でもあり時間もり間 そういった趣味の方にかけて楽しむという感じではなかったがむしゃらにひたすらにこう夢を追っかけているような状況でまあそういう時だからこそ余計言っとけばよかったとも後で思ったりしますがそういう余裕がなかった頃ですね。年一つの夢に敗れてねある意味 少し自暴自棄にななってるような年代でもあったんですけど僕的にまあフリーターとして言葉悪いですけどなんだろう生きる目的をそこまで見つけられずまあでもバイトは頑張ってお金は稼いでなんていう中である意味また音楽ロックに。 ライブに救われたっていう感じですかねこのザ・ハイローズのライブをきっかけにいろんなライブに足を運ぶようになって楽しむようになってやっぱ音楽ロックバンドのパワーというものに触れてそしてラジオ DJ になりたいというようなことにつながっていくのでそういった意味で。 僕にとって非常に一つのきっかけとなったライブでもあるんですけれども、まあ、当時のねそのライブ情報源なんかの話から少しさせてもらうとしましたらまあ1998年ネット環境というものはもちろんそんな整ってなくてまずね僕まだパソコン持ってなかったです。で サイトもそんなになかったんじゃないかなまだそんな整ってきてない頃だと思いますで携帯電話はもちろんガラケーでそのネット通信の機能とかやっぱパソコンですらそういう状況なので携帯は電話とまだメールっていう感じじゃないですかね写真の機能ももう少し先だった気がしますね 2000年頃に写メってあのもうなんか携帯で写真を撮ることが写メっていうような言葉になってましたけどあのそうですねカメラ付き携帯が爆発的に流行っていくのはもうちょっと先だったような気がするんでなのでこの頃の写真っていうのがやっぱ残ってないですね。 あのー、撮ろうと思ったら「映るんです」とかそのあれカメラ付きフィルムでしたっけえフィルム付きカメラえどっちやまあその <laughs> ね映るんです」系「映るんです」だけじゃない他にもあったような,なんか撮るぞ「撮るぞ撮るぞ」みたいなのもあったな。カメラ 月フィルムかなそれを持ってないと気軽に写真を撮るっていうことがなかったですねデジカメまだですよねまあ出てたのかもしれないけど持ってない一部の人が持ってた感じですからなので今でこそやっぱ当たり前にスマートフォンで写真が撮れるので行ったライブの記念に思い出にチケットを 僕は置置いいとけけたら置いてるんですけどそれとこうライブハウスで「今日のライブは誰々」って書いてあるこのホワイトボード的な黒板的なやつかなとかあの何かこのライブに行ったって分かる写真を撮るんですけどこの頃の頃写真が全くないですねはいまそんなことでまあ,あのチケットも。 このライブに関してはないですねでどうやってチケット取ったかというとさっきの話に戻るんですけど情報源はもっぱら雑誌ですね必ずその雑誌買ってましたピアを買ってましたね僕はそのピアという雑誌にですねあのライブの情報映画の情報そしてテレビ番組 2週間のテレビ番組表がいいていた、まあ、そのの週間のテレビ番組票がもう目的で買ってましたね何度も言いますけどそんなヤフーとかのサイトが、まあったのかもしれないですけど気軽に見れる感じじゃなかったんでテレビ番組もそのあテレビでそのね番組表とかがまだ映る時代ではないのでこう雑誌で2週間分のテレビのね 情報を仕入れてそれであのチェックして見る録画するというような時代でねであのライブの情報も今後発売されるチケット情報が載っていてそこからですねチケット取ったと思います。あとねこのピアにはその先行販売みたいな。 スーパーリザーブシートって今ねちょっと古いピアをね何冊か置いてるんですよそのハイローズが特集されてたりねこう自分にとって思い入れのある雑誌をね置いてて僕結構物持ちっていうかねまあ捨てれない性格ではあるんですけどでもこうやって今になって話題のコンサートピックアップとか見てるとちょっと面白かった昔のアルバムを見るような感覚で。 うわあこんなライブハウスあったなとかねうわあなくなってしまったらそうあライブハウススケジュール2週間分詳しく掲載そうそうこういうの見て何のライブ行こうとかね今後あるライブをチェックしてたんですよその中でスーパーリザーブシートってこう予約できるかもしれない当選したらチケットが買えるっていうのがありましてはがき出さなあかんかったですよもちろんねその切って貼って送るわけですけど はがき代はかかりますが当たったら電話とかね必死にかけてチケット取らなくても超人気チケットを読者だけが先行予約できる大チャンス即完売必至の超人気チケットをこのチケットピアをあの雑誌のピアを買って当てようというようなそういったところからチケット特にハイローズのチケットは何回もこのピアから取ったな。 そんな話をねあのアーティストの方としたこともありましたねあの同じくザ・ハイローズの大ファンだったということをねあの公言されているメンバーがいらっしゃるですねユニゾン・スクエア・ガーデンの田渕さんなんかとねあの ゲスト来ていただいたただにねオフトークでねその「ザ・ハイ・ローズ」が僕も大好きでなんて当時ピアで応募しましたよねなんていう話をしたのを思い出しますねまあ話だいぶそれましたけどまあそういったねあ,あとねファンクラブ僕も最初からえファンクラブ99年からだったのかな、はい、99年の暮れぐらいから。 ファンクラブが発足したんですけどもなのでまだこの98年の頃にはなかったんですよアルバムで言うとバームクーヘンのぐらいからファンクラブができたんですけど僕人生でファンクラブっていうのはザ・ブルーハーツのブルーハーツ集団とこのザ・ハイローズのファンジェット2つだけですねファンジェットは最初から最後まで入ってましたねブルーハーツは高校生 中学生だったので途中からだったですけどただこのファンクラブではチケットの優先販売とかはザ・ハイローズの時はしてなかったんですザ・ブルーハーツの時はあったんですけどザ・ブルーハーツそれで取れてアリーナで見れたんですけどでもやっぱりねこうファンクラブの解放誌でしか知れない入っててめっちゃ良かったなと思いますねあのあ、ヒロトとマーシーはこんな音楽を聴いててこういう影響を受けてきたんだとかねいろんな 裏話も載っていたしそしてねあの以前にもお話したことあるんですけどマーシーが作ったジョン・レノのボートなんかも当たったりそういう思い出もあるんですけどもまあまあ,あの話それまくってますがそういうファンクラブも入っていて入るのはこの後ですねでこの「ザ・ハイローズの」のこの頃学園祭も結構回ってたようでまあ,あのこれもですねネットで調べた情報なので。 本当に確かなのかどうなのかっていうのはわからないところがありますがあの95年の12月から「ザ・ハイローズ」としてライブをスタートして僕が見れたのは98年ですから3年後ぐらいですかその前の年も学祭結構回ってた女子大だけ回ってるとかもあったりしてあのそういう,いう活動されてた時期もあるみたいですけども98年も。 「ロブスター」というアルバムのリリース半年後ということでその11月とか学園祭のシーズンにいくつか出ていてその中であの立命館大学ってまあ京都の大学ですけど滋賀の琵琶国札キャンパスというところがあってそこであの学祭に出るっていうことでもう僕学園祭自体が初めてだったもんであの高校も途中でちょっと。 やめててししまいまい憧れもあってそういう学園祭自体の雰囲気も楽しみつつ初めてのザ「t h e h i r o s っていうことでめちゃくちゃあの盛り上がってテンション高くなってやっぱその普通のライブハウスとかホールでのコンサートとは違って学園祭ということも相まってかとにかくライブがものすごいこう勢いで盛り上がったからだと思うんですけどもうあの。 このままでは前がもうその倒れてしまう将棋男子とかなる可能性があってものすごく前にねみんなが押し寄せてそのライブがね途中で中断されてしまったんですよもうこれ危険だということで。で皆さんゆっくり一歩ずつ下がってくださいっていうことで運営の人たちがあのまあ一回もう廣津留回しあのザ・ハイロズバンド引っ込んでね がっってて冷静になってください「このままではもう残念なことにライブ中止になってしまいます」なんていうことで必死に訴えかけてあの再開しても絶対その位置でそこからもうし寄せずに前がもう将棋倒しになって危険で危ないので絶対にそうなった時点で中止になってしまいますので再三こう中あの注意されて再開 したんですけどで最後までなんとかできたんですけどその再び出てきたタイミングやったと思うんですけどロトさんがですねなぜかねこうまあ中断してしまって盛り上げようっていうのもあったんですかねそのサービス精神からだと思うんですけど下ネタその「女性器の,の4文字のワードをですねなんかなぜか連呼するっていうなんかそういうコールがす き起こりまして、ね、で場所は滋賀県、まあ、関西ですからその関東のその4文字ワードというよりは関西は女性期は3文字ワードなんですよ。で関西では「何々だ!」っていうそのお「おお」から始まるその3文字ワード関西では「なんとか!」って ひろとさんに対してすごい大声でレスポンスしてしまった思い出がありますはいいや、ね、若かったからなのか元来そういう性格だからかまあなんか僕もほんま高揚してたんですねそのいやでもひろとさんのその四文字ワードに答えなければ違う違う関西は 3文字そこめっちゃ覚えてしまってますけども例のごとく何の曲から始まってとかがまあ思い出せないんですけどでもあのアルバム「ロブスターロブスター」がまた名盤でねロブスターのがからの楽曲もやってくれてその「ザ・ハイローズ」といえば「ミサイルマン」最初のね ファーストアルバムからの代表曲ですけど「ミサイルマニア」の時にこうミサイルのような形手をねこう尖らせて上に上げてっていうのをねみんなでやったように思うんですけどその後ねもうザ・ハイローズのライブやっぱ一回またライブの味を覚えてうわやっぱ楽しいなっていうことでザ・ハイローズ行きまくったんでその後のツアーとかねなのでこの「 立命館大学琵琶国草キャンパスでおそらくミサイルママやってるんでしょうけどなんかいやでもねとにかくうん学園祭で見る「ザ・ハイローズ」その中断になるほど盛り上がるすあさライブ人生が再び始まるきっかけがこの学園祭の「ザ・ハイローズ」で。 めっっちゃ良かったななんて思いますということで次回は大学つながりで伝説的なその場所京都大学の西部講堂という場所があるんですけどそこで行われたあるフェスで鍵盤ドがやってきてそのライブを見れたなんていう話をいたしますので次回もよろしくお願いします。そうこうでした さよなら、バイバイ